スラスラスラー、スエチャンネルです。本家放送直後、ジョブ中風ガチジャッジ天下一品編無本はい、ちゅうことでね、今回天下一品、意外な方向から来たなと思いましたね。まあでも確かに天下一品はラーメンだけじゃなくて中華の一品もね、まあちょこちょこと揃っている感じですから、まあジャッジは成り立つ感じってことでね、合計10品全部いただきました。はい、いやこれね、非常にありがたかったです。今回は水曜日にちゃんと全メニューを出してくれましたんで、公式のツイッターの方でね、いやこれは非常にありがたいです。今後も、ぜひ続けていってほしいなっていうことでございますねはい、ということで今回全品いただきまして、査定の順番にはちょっと文句を入れたくて、確かにこってりラーメンをね最後に持ってきて感動のクライマックスっていうのが番組としては綺麗なんでしょうけども、査定する側からしたらこってりラーメンを審査しないと、その先のこってりマックスの審査がちょっとどうなのかなって。で、味噌ラーメンもこってりのスープを使ってるっていうから、あとこってり天津飯もそうだし、そのこってりがもし不合格だった場合、他のやつもドミノ式にね不合格になってしまう可能性もございますので、僕はこってりラーメンから行かせていただきます。こってりラーメンから行った後は10位からやってる感じですね。はい、で1位10位2位っていうね、大富豪の逆、いや大富豪ではない、まあいいやね、ということで、じゃあ早速こってりラーメンからどうぞ。はい、こってりラーメンお待ちどう。さあ天一ジャッジ始まります。まずはスープから、自慢のこってりスープ。あれちょっと顔しかめたか、でもうなずきましたね。ここ最近実はモスバーガーのモスバーガーとか、ママのミートソースとかに謀反を働いてきたこの審査員、今回天一のこってりに対してまで謀反を働いてしまうのか。麺を持ち上げて、これさ、すするの難しいんですよね。すするときって絶対にスープ飛ぶでしょ、それが嫌だからね、たくり上げるんですけども、これもちょっとね犬食いになってしまうのがね悩みでございます。エレガントな食べ方、誰か教えてほしいなと思います。査定に参りましょう。こってりラーメンにはさすがにケチはつけられませんでしたね。もうこのこってりスープっていうのが天下一品を象徴するものでございますけども、まあ、ベースが鶏ガラ、豚骨じゃないんですね。あれ豚骨の濃さじゃないんですよ。野菜の濃さ、鶏ガラをベースにしての野菜の濃さです。野菜の旨味って舐めてはいけなくて、もうフレンチシェフとかもね、その野菜の旨味だけでやっぱスープを作っちゃうとか、そういうことを往々にしてございますのでね、その野菜の旨味っていうのをちゃんと生かすっていうその発想はやっぱり、交渉素晴らしいと思うわけですよ。で、豚骨のね、こってりラーメンももちろん美味しいお店あるんですよ。あるんですけども、もう野菜の旨味があることによって、こってりしながらも、後味はそんなに重くない。まあ、お腹に溜まるっちゃ溜まるんだけども、その、もたれないですよね。もたれるとはなんか無縁な感じがします。よくできたラーメンだと思いますね。これに仮に不合格出す人いたら、多分もう炎上です。ロイヤルホストパンケーキ事件以来の大炎上になるんじゃないかと思いますね。これは間違いないです。絶対不合格の出しちゃダメです。続いてはこってり天津飯。あのこってりスープをほとんどそのままの形で天津飯に使っちゃいました。わ、ちょっといぶかしげな顔だけどうなずいてもいます。まあね、確かにこの天一のこってりスープ、最後ご飯ぶち込むのがいいんですよね。太るって分かってても入れたくなっちゃう本能。こってりのスープをご飯にぶっかけたら美味しい、これも正しいんですよ。だからめちゃくちゃうまいっちゃうまいんですよ。うまいんだったら合格でええやんと思うんですけども、問題はね、天津飯って考えた時にこの卵どうなんだろうっていうことなんですね。まあ、天津飯ってやっぱり王将とかね、ふわふわの卵の天津飯っていうイメージがあるじゃないですか。天下一品の天津飯は卵焼きになってましたね。結構火が入って、そのちょっと焦げ茶になってるところもあったりして、これだと卵なくても別にいいんじゃねと思ってしまうんですよ。
天津飯は多分卵がふわふわだからこそ卵の存在意義があると思うんですねっていうとまたいやそんな一概に言うなって話になると思うんですけども、卵をふわふわにする技術っていうのも伴ってこの天津飯やったら最強だと思うんですよ。今のままだとただこってりスープをご飯にかけるだけでやんってなってしまうかなっていうことですね。はい、続いては味噌ラーメンなんですけども、食べてるところちょっと人が多くて映せなかったのでこれで我慢してください。天一にも味噌ラーメンがあるんだと思って調べてみたら、なんとこってりスープをベースとした味噌ラーメンで、さらに味噌にもねこだわりがあるとのことでね、これはどうなんでしょうか。ちなみに天一セットメニューいろいろあるんですけども、全てのラーメンに対応してるんですね。ただ味噌ラーメンに関しては100円高かったりする、まあ、店舗によって異なるんでしょうけどね、気をつけてください。これは正直びっくりしましたね。いや、味噌ラーメンもまた美味しいなと思いました。すごく良かったです。味噌ラーメンって、やはり味噌だから、すごい濃厚な感じを期待するんですよね。その味噌のコクの深さっていうのが欲しいなって思うところなんですよ。ただ、そのお湯に味噌を溶いただけだと、それが活かされにくいかなと思って。でも今回はね、こってりスープをベースとしてそこに味噌を溶く感じですよね、と。こってりスープ自体が当然味が濃いですから、そこに味噌っていうね、またコクのあるものを入れることによって、相乗効果を生んでいるかなと思いました。で、ちゃんとね、味噌の味がするんですよね。味噌こだわってるなっていうのもしっかり伝わる一杯になっていたかなと思います。で、またなんかね、具材もね、なんか、もやしとか入れて、ちょっと水分がね、出るようなやつだと、こってりスープとの齟齬が生まれるのかなと思ったので、こってりラーメンの具材をそのまま引き継いで味噌ラーメンもやってるっていうのがね、天下一品らしい味噌ラーメンとして、成立していたのかなと思いますね。いいんじゃないかなと思います。次は、杏仁豆腐。天一唯一のオリジナルデザートということらしいんですけども、市販のゼリーみたいな感じで、ね、入ってますので、注文したらさっと持ってきてくれます。一つ不満があるのは、タッチパネル式の注文の場合、注文確定画面で杏仁豆腐どうですかって出てくるんだけども、その画面を押しても反応しないんですよね。だから注文カゴにも入んないし、それちょっと謎システムですね。改善してほしいなと思います。まさかこってりスープの色にしてきたかって感じですけどもね。まあ色はどうでもいいんですけども、まあちゃんとやっぱこってり杏仁豆腐って名前に負けない濃厚な味にはなっていたかなと思います。もちろんちゃんとした中華料理屋さんだともっと濃くできるとかね、あるとは思うんですけども、これもまた余計なことをしなくて濃くできていてのスルスル系の杏仁豆腐っていうのもやっぱ世の中にはありまして、そのスルスル系みたいな食べやすさっていうところはあるんですよね。スルンとしてる上で杏仁豆腐の濃厚な味が出ていたかなっていうのが良、まあ、かったかなと思います、まあ、ただ普通に市販のゼリーをねそのフィルム剥がして食べるっていうのはちょっとやっぱ、お店で食べるっていう特別感はないと思うんでちょっと手間になるかもしれませんが器に盛り付けて、なんか味変ソースとか一つ作ってみたりするとさらにパワーアップするのかなと思いますけどもね。でもこれでも十分美味しいんじゃないかな。食後の締めとしてもふさわしいと思います。濃いものを食べた後にこれくらい杏仁豆腐っていうのはやっぱちょうどいいのかもしれませんね。濃すぎないのももしかしたらいいのかもしれませんね。引き続きテンポよく行きましょう。羽根付き餃子でございます。ちなみにこれを撮影したのは赤坂店、タッチパネルがないタイプのお店でございます。本当は六本木に用事があったから六本木の天一あったよねと思って調べてみたらないんですよ。閉店しちゃったんですよ。23区内意外と天一少なかったりするのでちゃんと調べてから行ってみてください。これ
はね、餃子の中身はいいですね。あんはよくできていたと思います。結構ニラが効いてるタイプですね。肉よりもニラの方が立っていたかなと思います。まあでもそれでいいんですよね、餃子は。やっぱニラの味っていうのもね、一つの個性になりますので。まあそれはいいんですが、皮の方をもうちょっと工夫した方がいいのかなと思いました。もちろんね、羽根付き餃子って多分中華のチェーン店では天下一品さんくらいだと思うんですけども、別にそれは見た目がいいだけで別に美味しいかってはならないと思うんですよね。で、肝心の皮がちょっと主張強いかなと思ってしまった。あんよりも皮の割合の方が多かったのと、まあ、皮自体がもうちょっとなんかもちっとしてるか、さりげなくいてくれるかした方がいいかなと。中途半端な存在感、粉っぽさっていうのではないんですけども、皮の方が最終的には悪目立ちしちゃうかなっていう印象があったので、そこもちょっと工夫すると、まだあんをたっぷり入れるでも全然いいと思うんですよ。これくらいだったらね。うん。ちょっとバランスが悪かったかなっていうのが正直な感想です。ホルモン炒めはどうでしょう。中華でね、一番難しいのはやっぱ炒め物なんですよね。どうしても火力の限界とかね、あったりしてうまく炒まらないことが多いんですけども、中華料理人の人たちもちょっとね、基準がよくわかんないところがありますのでなんかあまり信用できないんですよね、あの人たちの言うことは。これにやっぱりいいところと悪いところがね、分かれてしまったところで、まずいいのは野菜の炒め方ですね。この野菜の炒め方はいいんじゃないですか、正直。中華料理人もこれだったら満足すると思うんですけども、あいつらの言うことよく分かんねえからな。何が正しくて何が正しくないの、もうわけ分かんないです、あいつら言ってること。まあでも本当に今回よく、ちゃんと野菜シャキッとしてて、新鮮さ保ちつつ、味もしっかり入って、この火の入れ方は本当に本格的な中華料理人と変わりないんじゃないかなと思うんですよ。だからもうここだけ見たら大合格だったんですが、ホルモンがなやっぱ限界だったのかもしれないです。はい、やっぱホルモンって油っこくてなんぼみたいなところがあると思うんですよね。だから今回その油っていうところがだいぶフェードアウトしちゃってるかなと。小さくなっちゃって、その分油の旨味っていうところも縮小しちゃって、まあ、ゴムみたいとほどではないんですけども、ちょっと貧相な感じになってしまったかなと。もちろん食感とかはねあって、食感を楽しむだけならいいんですけども、ホルモンの旨味っていうところを考えるとちょっと物足りなさを感じてしまう。非常にもったいない一品でございました。今度はチャーハン行ってみましょう。食べてる様子復活でございます。店員中はね、どうしてもカウンター席になってしまいますので、アングルを間違えてしまうと他の人の顔がね、映り込んでしまうんですよね。でもなんとか絶妙なアングルで睨みを利かすことができました。できましたって言っちゃった。おっと、首をかしげることができました。いや、できましたって何ですかね。はい、ということでチャーハンは難しいんですよね。難しいと言いながら、最近出てくる人たちはみんなレベルが高くてうまく合格なってますよね。こちらも続けるんでしょうか。結構緑連発してるんですけども、今回はね、こう緑全部ね、惜しいんですよ。惜しい、美味しい、惜しいなんですよ。美味しいんですよね。美味しいんだけども、どうしてもね、なんか引っかかる部分があって、そこさえ超えれば、もう文句なしっていう感じなんですよ。今回も、このチャーハンの炒める技術とかは素晴らしいと思いますよ。ちゃんとパラパラのチャーハンに仕上がっているし、そこはやっぱ一流の中華料理だとそんな変わんないと思うんですよ。ただね、今回この味付けってところがちょっと弱くなっちゃったかなと。こってりラーメンと合わせた時に多分こってりな味が持ってかれちゃうかなっていう気はしますのと、具材がちょっとやわやわになりすぎちゃってるかなっていう気がしますね。チャーシューとかね、はっきり食感出しに行くとか、卵ももうちょっとなんか食感が出るように、もうちょっとビッグサイズに散らすとかね、グリーンピース入れるだとちょっと邪道な気もするんですけども、とにかくちょっとこれだとチャーハンとしては若干物足りない感じがありました。もう技術はしっかりしてると思うんで、あとは味付けと具材の
切り方ですね。うん、惜しいです、本当に惜しいんですよ。うん、次に待ち構えるのはこってりマックス。こりゃすごいな、器まで特注でございます。実際のオンエアではこちらの方が普通のこってりより先に紹介されます。こっちを先に食べてしまうと最後のこってりラーメンが物足りなく感じてしまうんじゃないかって不安があるんですけど、本当にこの順番で良かったんでしょうか。また緑かって、今4連続緑になってしまったんですけども、まあもちろんね、こってりをさらにこってりさせたっていうのはすごいと思うんですよ。普通のこってりラーメンはまあラーメンの形状を保ってたけど、まあここまで来るとちょっと混ぜそば要素も入ってくるかなっていうね、まあそれくらい濃くできてるように見えるんですが、実際はノーマルのこってりラーメンとそこまで濃さ変わんないんじゃないかなって思ってしまったんですね。で、それで結構プラス料金を取るっていうことを考えた時に、まあ、そこまでしてマックスにする必要があるのかなと思ってしまったのが今回最大のポイントでございます。まあ、もちろんこってりラーメン自体がね、美味しいものでございますから、こちらも自動的に美味しいとはなるんですが、まあ、わざわざこっち行く必要ないかな、普通のこってりでいいかなと思ってしまいました。こってり唐揚げ、またもやこのアングルでございますけども、この唐揚げもね、また名物みたいな感じでこってりって名前もついちゃってね。今回はチャーハンと唐揚げとラーメンのセットっていうものをね、注文しました。デブまっしぐらですよね恐ろしいな、天下一品。そういえば今回これ4回ね、天下一品に足を運びましたが、女性の客ってほとんどいなかった気がしますね。完全にこれ男飯になってる。まあ別に性別関係なくね、来ていいと思うんですけども、なんかそういうちょっとね、風潮みたいのができると嫌なんで、もうちょっと女性の方も足を運んでいただきたいなと思いますね。これは素晴らしいですよ。もうこれは間違いないです。ちゃんとこってり唐揚げっていう商品名の通り、こってりした味がついてますね。これまた天下一品らしいなっていう味でございますよ。で、またお肉の方もですね、ちゃんとあの油のね、フルフルしてるフレッシュな感じっていうのがね、ありまして、そこに旨味がよくたまるんですよね。この唐揚げ多分無限に食べられるんじゃないかなと思います。4個では足りなかったですね。もう倍くらい食べたかったですね。同時にチャーハンとラーメンも食べたんですけど、唐揚げももっと倍にしたくなってしまうと、絶対癖になります。マヨネーズつけなくてもいいんです。もちろんつけても美味しい。ニンニクに関してはなくてもいいかな。普通にこのままいただいてもいいかなと思いますけどもね。はい、素晴らしい。これめちゃくちゃ素晴らしいです。最後はこってりではなくあっさり。店員来たらみんなこってりをね、頼む中でこのあっさりを頼むという勇気をたたえてほしいなと思います。だからそんな風潮はないと思うんですけどもね。あっさり食べてる人もでもあんまり見かけないですよね。確かに。じゃあここで一つあっさりを頼みたくなるデータを示したいと思います。ホームページ行ってみたら、あっさりが490キロカロリー、一方でこってりがなんと949キロカロリー、高っあっさりの方が全然カロリーが低いんですね。てかもうこってりばっか食べてたから、やべえ太るなこれ。こってり食べるときは麺抜きにしますか。天一行ったらみんなこってりになると思うんですけども、実はあっさりもちゃんと美味しいっていうことがね、分かりました。あっさり頼むと分かるんです。あ、
天一って京都のお店だったなって、そう、京都の醤油ラーメンですよね。京都の醤油ラーメンってね、やっぱ返しがはっきりしてますよね。多分これもニンニクとか入ってて、しっかり味濃くなっているので、あっさりだからといって、あっさりしすぎていないと、ちゃんと力強い一杯になっていると。で麺もね、やっぱ力強い味に対して、角の立ったはっきりした麺でございますのでね、これもまた良かったんじゃないかなと思います。京都ラーメンやっぱ手軽に食べたいなと思った時にはこのお店が怪力屋ってなるんですけども、まあでも天一の方が濃くできているかなと思いますのでね、はい、あっさりもおすすめでございます。こってりがちょっと苦手だなとか、いう人でも食べやすいのでね、はい、老若男女にやっぱ愛される店なんだなっていうのはよく分かったと思いました。はいはい、ということで今回、いやなかなか好成績だったと思います。これ厳しめに見てますからね、厳しめに見ての合格5と超超超欧州風合格5ですから、全部うまいです。簡単に済ますのは全部うまい。ただこってりラーメンはね、どうしても何度も何度も食べると重いなってなってきてしまいますので、高頻度でいかない方がいいですね。高頻度でいくとどんな美味しいもんでもなんかだんだん嫌になってきてしまいますから、オンエア直後は多分大変混み合うことも予想されますのでね、ごゆるりと2週間に1遍くらいでいいんじゃないかなと思いますね。はい、であと、まあ、こってりラーメンもね、やっぱだんだんなんか単調に感じるなって思う方絶対いると思うんで、その場合はルナシーの杉蔵さんがね、はい、あの大ファンって言ってますけども、天下一品ね、トッピングでキムチ乗せるって言ってました。キムチ乗せるのもうまいですよ。あと豚キムチ炒め、前哨戦でやるかどうか分かんないけど、なんか入ってないちょっと信じられないですけど、豚キムチ入れるのいいですね。あと納豆もいいって聞くけどね、納豆はね、赤坂にあります。秋葉と上野にはなかったかなと思いますけどね。まあ納豆キムチってやってみてもいいんじゃないでしょうか。天一こだわりのトッピングっていうところもね、今度試していくといいんじゃないかなっていう話でございます。はい、ということで天一さんお見事でございました。こういう機会にいただけて天一さんの魅力を再発見できたのは非常にありがたいことでございます。はい、で次回のジョブチューンね、そろそろスイーツ来てほしいんだけど、まだなんかスイーツの人たちが動いてる気配はないんでね、スイーツを食べさせてください。はい、ということで、次回のジョブチューン風ガチジャッジもお楽しみに。高評価チャンネル登録もお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。